巨乳とは真城さんにとってはどういうものでしょうか。昔はコンプレックスでしたね、胸が大きいのは。まあ、親も大きいんで遺伝なんですけど、胸が大きいのは。小学生の頃から結構大きくなるの早くって、小学校卒業する時で D カップぐらいあったんですよね。まあ、でもその頃は、まあ、みんな仲良かったから別にそんなからかいとかしなかったんですけど、中高は結構あいつ胸でかくねみたいな感じで言われてたりとか。友達からはどうだったんですか。女の子の友達から。女友達からはなんかおっぱい大きいねみたいな触られたりもしたし、それは女の子だからいいんですけど、でもやっぱちょっと恥ずかしいですよね、みんなと違うみたいな。だいたいやっぱ中学生とかって、まあ、B とか C ぐらいが普通ぐらいだから、なんか自分だけ違うみたいな。陸上部に入ってたって、はい、運動やる時とかどうしてたんですか。特に何もせずに、他の部活の人からの視線が嫌でしたね。他の部活では何をしてる人たちですか。野球部とかサッカー部とか、あとテニス部。今は職業柄コンプレックスじゃなくて、もう逆にもう本当に売りになってる感じですよね。事務所に面接受けて、で、あ、おっぱい大きいんだねみたいな感じで、大きいのは別に悪いことじゃないみたいな、なんかこの業界では一つの売りになることだからすごいいいことなんだよみたいな感じで言われて、まあ自分で解消したっていうかは、まあ、事務所の人に言われて、あ、この職業は胸が大きいな、いいことなのかなって思えるようになった感じですね。まあ、さっきなんか嫌だったっていうのを聞きしたんですけど、逆にこうすごい嬉しかったっていう体験があれば。この業界入ってからは多いですね。やっぱその巨乳じゃなきゃ出れない作品もあったりするし、おっぱい綺麗だねと褒めてもらえたりとか。誰に褒められるんですか。まあ、それはまあスタッフの人たちとか男優さんとか、ファンの方もそのノリ顔で巨乳なのすごい好きって言ってくれる人も結構多いので、なんかまあブラをちゃんとつけたりとか正しく、なんかあとは写真撮るときとかはなんかポーズでなんか胸寄せたりとか。正しくつけるって言うとどうつけるんですか。ちゃんと正しくつけるとおっぱいちっちゃい子もちゃんと谷間しっかりつけれるんですよね。まあ以上カメラとかもあるじゃないですか。はいはいはい。なんか気にしたりとかなんかあるんですか。写真撮るときはその作品が巨乳をなんか前面出してる作品とかだったりしたら、より巨乳に見えるようにポーズを撮ったりとかはしてます。ムービーの時は例えば自分が攻められる作品だと自分で動かしたりしたら変なんですけど、例えば自分が逆に攻める側の、まあ、地上っぽい感じの設定とかだったらいっぱい寄せたりとかして、なんか挑発みたいな。巨乳のことに関してはなんかアドバイスなんかありますか。多分私ぐらいの年齢とかだったら、もうなんかそれを武器として考えちゃった方がなんか楽になるのかなって思いますけどね。中高生とかだと周りがなんかもう子供じゃないですか、男の人って。だからすぐからかったりとかするから、やっぱ対処のしようがないのかなって思っちゃいますね。